はい、えー、忍者、たまらーです。えー、今回はですね、あの、台本なしで、えー、と、文字もなしで、フリートークで、まあ、全、ま、く、うん、思いつきでお話しさせてもらいますけど、えー、まあ、ゆでたろうね、初めて入った時の、何、チェーン店のお店でありながら、結構、いけてるじゃないかと。まあ、あもちろん、個人店は個人店でね、あの、 独特な丁寧さとかね、そういうのもあるし、いいとこあるんですけどね、チェーン店はチェーン店でね、あのこういう味があの決まってるから、決まってるから逆にそれを期待していくから、それはまたそれでね、すごくいいんでね、どこのみ、えー、街に行ってもあるっていうのはすごくいいことでね、うん。まあ、あのこういうのはあの個人店のね、底上げにもなるから、 私は、まあ、立ちそばの方、最近ね、あの、立ちそばに関してちょっとね、食べ歩きしたいなって気持ちはあるんですよ。うん。なので、ええー、まあ、前にゆで太郎結構いいなって押してたんですよね。押して、押してるっつのはあんまり良くないけどね、もう基本的に私、平等でありたいんでねた、単にまあ、食べ、食べました。 うん、美味しかったっていう、そういう、まあ、感想でやっていきたいと思ってるんでね。どこを特別に押すっていう感じじゃないんですけど。ただ、ちょっと、<laughs> あの、ゆで太郎にちょっと興味持ったで、えー、ちょっと一生懸命調べた時期がありまして。で、今回ね、なんか、あの、そばチェーンの最強の店どこだっつうんで、そういう、 アンケートはね、ネットラバでやってたみたいで、ふっと見たときに、うん、そしたら、なんとね、富士そばとかそういうのをね、抑えて、あの、茹でたのがナンバーワンになってんですね。で、ちょっとびっくりしちゃったんですけどね。こういう話、なんか北海道から九州まで結構やってんですよね。で、店それぞれでね、製麺やってるとかでね。 で、また季節季節でね、いろいろメニュー変えたりとかしてるんでね。まあ、その辺、やっぱり、あの、お客さんが飽きないようにいろいろやってるんでしょうね。まあ、その辺で、やっぱり、お客さんが離れないってことでしょうかね。で、今回はね、これ、ちょっとあの、まあね、今回、本当になかなか、 ね、あの店の運営が大変な状況になっちゃってる中ね私ちょっと7月にうん人もあんまり歩いてない中あのちょっとね用事あって上野の方に行ってきてで、えー、ねあのちょっとあの時間的にここ、ね、ここがちょうど入れたんで入ったんですけどまあもともとこの日はね連職するつもりでいたんですけど ね、5点連続行こうかと思ったんだけど3点ぐらいしか行けなくて、うん、で1つはちょっと世話になってるお店がねあの元町さん行けなくてちょっと申し訳ないことしたけどえー、っとですね今回ここはねあの最初からちょっと狙い定めていたことがあってあの満腹後エビ天丼セットっていうのをねあの食べるつもりでセットなんですけどねそばと。 冷そばとね、冷たいそばと。ところがね、あのー、ちょっと、岡島市の方のね、店はこれやってなかったんですよね。で、しょうがないんで、えーまあ、天丼やっぱり、天丼屋とエビ天食べたいなっていうことで、2本乗ってるんで,で、それ頼んで食べたんですけどね。で、ちょっと食べて思ったのが、あのー、そうですね。この時ね、エビ天だけだったんですよね。 とは、今ね、あの、ちょっと、グレードがアップして、うん、ミニ天丼は、あの、マイタケも、一緒に天丼として入っていましてね、ちょっとグレードアップしてたんですよね。<laughs> ちょっと悔しかったなと、いや,いや、悔しいってことはないけど、グレードアップしたことはいいことですよね。で、まあ、他にはね、ミニカツカレーセットとかね、あるしね、私ね、ちょっとね、やっぱね、カレーライスね、好きなんですよね。昔はね、 そうですね。カレーライス、ラーメンのね、うん。どっちがいいかっていうくらいね、すごいカレーライスと、特に家カレーが好きでね。よく食べていたんですけども、うん。インドカレーって食べたことなかったんでね。うん。でもね、えー、そうですね。ここね、僕ね、カツ丼セットも食べてたかな。うん。このカツ丼セットのね、冷そばがね、うまかったですね。 結構ね、ここはね、こういう麺がね、ちゃんとしっかりね、あのー、店舗店舗で作ってるっつ話だしね。うん、なかなか、あと、最近、マシマシ肉野菜そばとかね、あるしね。うん、これちょっといろいろと、あのー、ね。あ、そうだな。 天然エビの2種類の天然エビを入れた、えー、かき揚げそば580円っていうのも最近あるんですね、うん、かき揚げ丼セット、ね、2種類の天然エビのかき揚げ丼セットっていうのもあったりしてね、うん、そばを食うか丼を食うかって悩んだ時はこの丼セットねこれもいいんじゃないですかね ななかなかやっぱりこの辺で、ね、あとトッピングセットってのがあるんですよねここねこう天ぷら盛り合わせっていうのがあってエビ天と舞茸店、け天ナス天オクラ天これ280円とこれねでカレールーっていうのもあるんですよねあのカレールーだけの200円でねであとはあの鬼おろしだとかね <laughs> 温泉卵、これ100円か。え、あとコれッケ80円とかね。で、ハーフカツ180円っていうのもあるし、で、タチウオのちくわ天 ?2 つ ?100 円。あ、これで期間限定か。あ、さっきの天ぷら盛り合わせも期間限定だね。ん期間限定かあ、違うかな。 ねこういうのがね、ここ先置いてたっけ俺ちょっとそれはちょっと知らないんだ。あ、あった、置いてる、置いてる。アルコールメニューね。徹夜明けでね、飲んでね、あのー、ねえ、新宿と八王子を行ったり来たり寝てたっていうこともあって、ちょっとアルコールは厳禁にしてましたけどね。<laughs> あとね、ミニ丼単品結構いいですよね。海苔弁とかね、あと、 えーとなんだかき揚げ丼カレーそれから元気玉丼カツカレーエビまいたけ天丼季節のかき揚げ丼カツ丼とやっぱねあのー、立ちそばのねいいとこっていうのはねあのー、カツ丼結構扱ってるとこ多いんですよねこれも結構でカツ丼はね やっぱり、富士蕎麦のね、社長さんも言ってる通り、あの、やっぱり揚げ置きでも、やっぱり一度ね、あの、卵で閉じたりとかするじゃないですか。あれで復活してうまくなっちゃって、それで富士蕎麦なんかはか、か、うん、ね、カツ丼がかなり、うん、売れるっていう話ですよね。うん。結構ね、あの、カツ丼っていうのは、あの、立ち蕎麦の武器になってんじゃないかな、みたいな。 ま、そんな感じですね。うん。お、結構面白いのあれがあるな。ピリ辛ネギ豚中華。え、中華って何これ中華そばか。あ、中華そばやってんだ、ここ。へー。面白いじゃん。<laughs> で、この海苔弁丼っていうの、これ。<laughs> 面白いね。ま、いろいろ考えるよね。うん。 まあだからまあゆで太郎やっぱこの辺なんだろうねだこういうのやるとね立ちそばもうんねチェーン店として生き残りっていうのはねいけてんじゃないかねでこ今こういう状況じゃないですか立ちそばで立ちそばって不況の時は強いんですけどね今回ばっかりはねやっぱりなかなか苦戦してるらしいんですよねうんなのでねあのー まあこういうのも戦略ですけどね。でもやっぱりね、なんだかんだ言って、やっぱり立ちそば好きな人たくさんいるから、でも私もすごい好きだしね、うん、あのーえー、腹減った時はね、立ちそば利用したいなっていう、まあ、この早く作れるしね、うん、あのー、立ちそば本当にずっと、立ちそば業界はなんとなく応援したいなっていう気持ちしちゃうんですよね。 おじいちゃん、おばあちゃんもね、個人店でやってると見るとね、なんだかね、ほっこりしますよね。うん、すごく、都内のね、おじいちゃん、おばあちゃんのね、あの、立ちそば店って、すごく、僕なんか好きなんですよね。うん、なんかいい感じ、なんか、江戸時代に来たみたいな気分になってね。うん、ちょっと話長くなっちゃいましたけどね。うん、じゃあ今日はこの辺で、えー え、ここ、あのー、味の、<laughs> あの、評価みたいなの何もしてないけど、あまあ、美味しかったですよっていうことで <laughs>、はい。えー、以上です。はい。じゃあまたよろしくお願いします。忍者タワでした。